今日の我が国の平和と繁栄は戦没者の皆様の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものであることを私たちは片時たりとも忘れません。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この決然たる誓いを今後も貫いてまいります。どうして